助けられるというか捕虜になるというか、はい、保護されるまでの話をちょっと、はい、本格的に上陸戦にならない、そうですね、実際にもう戦争、敏江さんにとっての戦争はもしかするとその空襲の時がスタートだったのかなという感じがしますので、うん、そちらから轟の号までの行き先です、そう、体験を岸山へ来てから、岸山に来てから、はい、だからこれを少し刺しながらやってちょうだいそうです、ね、あの、ここでどういうことが2人に話するような感じでやってちょうだいって、うん、すいません、ちょっと注文が多くて縁談があったらよくなるいや、こんな格好でごめんなさいね。で、ここは沖縄市ですね。で、私現在地は汽車場がありますでしょ、前だけだ、その下上の赤丸、上の赤丸、これ見える、これ出発点ね、汽車場、ここに来たのは那覇の空襲が始まって、うん、防空壕にもうはまることができないほど人間あふれたから、ここにいたら危ないなと思って、ここから歩いて私たちは汽車場まで来た、よりあります、よ四里那覇からで、もっぱら乗り物なし、子供をおんぶして手には荷物を持てるだけ持って、体が弱い夫、体が弱かったんですよ、弱い夫も持てるだけの荷物を持って、子供の手を引きながら、そして子供を泣かさないように静かにと思っていても、子供はねだだこねる、行かない、怖い、パンパンするから怖いから行かないとかね、そういうこと、それ少しながらやっと来たのが夜明けになっていました、汽車場に。夕方だって歩いてですよ、一歩もおんぶしてくれないで、みんなこのようにしてここへ着いた時にはもう夜が明けていました。それからは汽車場の防空壕というのは家の中で掘られた防空壕だったんです、大きな深いものが掘られたように庭の方にありました。そしてそこはね、乗ったり降りたりもはしごかけなければいけなかった、不便でした、田舎の作りたての防空壕、そこにはもう入れないから、ここに来て母が、私の母が、ここではダメだよ、たくさんの那覇の人たちが来たらもっと入れてあげないといかないから、墓に行こうと言ったの、うん、初めて母が落ちはしたのが墓行く、そこで汽車場の墓はね、この墓は西側にある、このこっちのうちの私の実家の母は、で早速実行した、墓に行きました。いや、ここに行った時に、あの、私はちょっと失敗があったんです。那覇空襲の時に墓に避難するために墓に行って、墓の入り口に立っていて、どこだろうと入ろうとしたら、私にハブが巻きついてきたの、右足に、うん、それでハブに巻かれて、私痛いと思ってもっと足で蹴ったから、ハブはゲロゲロって逃げたそれから私動転して、その時は那覇空襲だったので、私ここ焼かれないでどうもしないで終わったんですけど、病院まで行きました。みんなは空襲だ空襲だと言ったから、自分の防空壕へ墓に隠れていたんですが、私はあの私の父親に携わられて、手を握られて向かうところは東側だ、お墓は西側に行くべきなのに、道行く人たちはみんな私を見て、なんであそこに行くの、私は墓が目標じゃないです、うん、ここの病院に行って治療しよう、墓に、いやな、あのハブにやられたら毒が上がってどうのこうのがありましたので、そんな自分は先生から指導を受けて治療されて、上家に帰ったら家に入れない、家族はみんな墓に入ってしまう、墓の中に隠れてしまっていた。それで私たちはもうそれからは空襲警報が鳴るたびに墓の方へ逃げ込んで、解除になったら出てきてっていう生活が続いて、那覇に戻らない、恐ろしいから毎日空襲警報、暴風、あの台風が来るみたいに、どこの方から攻めてくるとかなんとかってね、大変だったけれども、そこに行き来している間に今度その空襲が
上陸空襲がある。もうどこにも逃げない。あの時から墓でした。墓からまた出て今度南の方へ逃げたんですね。汽車場の墓から南の方へ逃げて宜野湾を通過して首里に行って、首里に行ったら首里の防空壕は探そうとしたら首里の皆さんが教えてくれた。ちょっとちょっとそこの左側はあの墓だよ、防空壕だけ防空壕を使いするよと言って、首里ではそれ首里の防空壕、皆さんご覧になってわかると思います。あの義母です。義母半分はあの切り割りされたところに防空壕があるんです。大きな道路ですよ。真ん中は首里の義母、誰でも分かります。義母の防空壕に私たちはあの入って、それからどん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 また南へ南へ北へ北へと行って首里を通過して汽車場に入ります。汽車場に入る。また首里を入る。首里から汽車場、汽車場にまた戻るの。戻るよ、うん、汽車場に。これ汽車場でしょ。汽車場は西森の坊だよ。西森の坊から汽車場まっと南でしょ。上汽車場上だよ。上になった、うん、上に戻ったの。戻りはしないよ。あ、じゃあ下に、下にでしょ。下に、うん、こうして。首里から、首里から次はどこね。汽車場から違うさ、首里に今来てるでしょ。西森の坊に来てるさ。その次、その西森の坊や 2,3 日入っておって、うんうん、そのだからまた南へ逃げ、南でしょ、うん、早原へ逃げ。早原、これは私の夫のおじいちゃんの実家です。早原は事業するために那覇にみんな引っ越していますけれども、本籍地は早原、平原の地で、そこに行って私たちはしばらく入りました。そこの防空壕に、これ田舎のおばあさんだった、おばあちゃんがおられたので、そこのお座敷には日本の兵隊の駐屯地、2,30 人の日本兵が、あのヤギとヤギ家のね屋敷の中、それからお座敷の中も全部日本兵がもう使うように堂々とですよ、兵隊に提供します。で使って、あの私たちはあれしたけど、宜野湾を通過して、こっちから北に下がっていくんでしょ。私は南に下がってる。南から違うさ、下に下がってるさ。汽車場から西森の郷に来て、今はもう坪川来てるよ。あ、坪川まだ坪川からなくなって、坪川は左側、左側に中に親しみそうそう、あ、坪川、坪川の防空壕に入ります。もう本当に行くところは家に入ったら危ないから、うん、というのは防空壕が目的、防空壕に入れば撃たれない、砲弾を防げる。でも食料は大変、探しに行くの、水を取り求めても大変でしたけれども、弾の流れが来ないところだけは防空壕に、入ったりして、それから南の、それから下がるんでしょ。あれ、あそこにヤギバルンでしょ。ヤギバル、バル北の方に、はい、こっち、あ、そう、うん、これは私たちのヤギ家の本籍地、実の、 あの、あれは、いや、あの那覇にあるけれども、ここには本籍地がある。そこに私たちはしばらくおりました。まただん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 追い詰められて、私たちはそこからは南に南の方を追って、前平を抜けて、この辺りに来て、南の先に来ています。本当にずっと追われて帰らないですよ。それ途中でアメリカ兵に殺されたらいけないから、前に出ていくとき進軍してくるアメリカ兵をよく気をつけなさいと注意があります。で、私の実家、このヤギ家の実家はですね、日本兵がいましたけれども、戦争の時に私たちが避難しに行ったら、もう戦争に出ていません、一人もいませんでした。戦いに出てしまって、ヤギの実家の兵隊 の、 あのお座敷は一番座だったんですね、裏座と。大きな屋敷で大きな家だったんですけれども、兵隊が占領して
あの2、3ヶ月は大変不便でしたけれども、あとは兵隊は進軍を命じられたと思う。それでいなくなって、私たちがそこにこういうふうにそこにも降りないから、また私たちはここから汽車場へ来たんですよね。逃げたんだとね、また戻った汽車場に、うん、下に下がったんだよ。下に行った、下に汽車場に行ったの、汽車場に戻ったの、また戻ってからまた行ったんだよ、また行った、うん、もう本当にね大変。1時間前のことも逆になる。いや、あっち敵がいるよ、砲弾が落ちるよ、もう行こうと言ってね、右側に、歩きを変えたりする。大変でした。そのうちでバンバン撃たれる機関銃で、敵の機関銃よ、はい。とっても悲しい思いしましたよ。家族もそこで亡くしていってるから、私の母もそこに行ってついてきていたわけで、母はここから私たちが行くので、もう子供も連れているし、大丈夫かねと言って私たちのところを連れてきた母はずっと後までついていったのに、ここでまた南の方で母は撃たれて死にました。砲弾に当たって、私の母はこのようにして道を左に右に前にっていうふうに指示される通り逃げ惑ったけれども、完全には逃げることはできない、撃たれたりして、でもう私たちは生きると思わなかったですね。必ず誰かが死ぬであろうと。幸いなことにね、そこでは道中は撃たれていません、はい、中に入って避難して二人出て行ったり歩いて行ったりしてね、いろいろ苦労しながら子供たちをおんぶして、食べ物ないんですね。サトウキビをね探して、サトウキビの葉っぱを落として包丁を持っていたんです、小型な。それで皮むいで細切れにしてかませる、サトウキビの実を。それでサトウキビ食べたいよは終わり。それでまた今度はね、何食べたい、芋食べたいと言っても思うように私たちはそれを収穫できない、取ることができない、探すことができない、どこにあるかも分からない。敵はもうそこまで来てババンババンと聞こえる。逃げなければいけない、食べ物を探さなければ、子供もおんぶしなければ、散々ですよ散々。で、あの時若かったからあれができた、行動ができたと思う。だんだんと追い詰められて、私たちは南の果てまで追い詰められて、この辺をベース、この一帯に私たちはうろついたんですね。で、南の先まで行かないで、コメスあたりですね、地名を置かれるコメス、真壁あたりに私たちの居場所を決めようかというふうになっていたけれども、長くは折れない。砲弾がもう早くなってくる。昨日まで遠くに聞こえた砲弾の音がもう身近に聞こえてくる。アメリカはもう超音道超音道、分かる方言、アメリカはここまで来ているよという超音道と、来ているよ来ているよ、発散逃げようって、こういうふうにして隣近所が誘い合う。敵はそこまで来ているぞ、なで寝てるかと防空壕から呼び起こして、知った人を連れて出したりしたんです。こんなに恐ろしいことが、決まったところで決まった時間でご飯を食べることが不可能、ないから拾ってこないとない。ガマに行ってガマで忘れ物をした人からそれを奪い取るわけにもいけないから、置き忘れしていったものをさらって、そしてサトウキビの根っこから引き下ろして折って、ちゃんと 2、3本持って、上で地上で食べたら敵にやられるので、防空壕の中か隠れるところのホラーのなんかの中に入って、サトウキビを細かく切って子供たちに吸わせる、噛むというよりも吸わせる。もう4歳5歳ですからね、上が。でも食べたい食べたい、何でもご飯も食べたい、いっぱい要求ありましたけど、子供の要求に従えなかったのが残念。子供はもう戦直後亡くなりました。母ちゃん、最後の壕に入った時のことの話したのです、トドルキの壕、そこに出ないよ。
っちのまっすぐ、すぐまっすぐ骨です。トドロキの棒にも入って、これはこの一体からこのつろそろしてるから、うん、トドロキの棒に入った理由はここに大きなほら穴があって人間が避難できるよという、道行く人の伝え、みんな伝えてくる、敵をそこまで来る、バカ戻れ、危ない、殺されるって、もうそんなことが、だから戻っていってどこかに隠れようと思ったら、私たちの家族がその轟の号の入り口まで到達した。そしてそこに入ろうとしたら、中からアメリカの日本の兵隊がゾロゾロ入ってきた。日本の兵隊が轟の号で避難している。入り口はずっと奥の方に入ったら、一般の人、我々みたいな人が、子持ちやおばあおじを連れた人たちがたくさん入っていた。そしてそこに中に入って、私たちは知り合いに出会えた。ガマの中で、そこのガマの中で団体さんが入っていて、団体のご飯炊きをしたおばさんに会った。とっても仲良しだったので、戦場の中でこのおばさんに、あ、八木さん、あ、何さんと言って抱き合って、ガマの中で泣いて挨拶したことを覚えて、でその人ご飯炊きだから、ご飯の時に兵隊のものご飯炊いてるけど、堂々とは取れないから、もらえるだけもらってあげるので、何時何時ぐらいに来なさいと言って、ガマの中でやり取りをして、私たちはこのおばさんから、轟の号で、おにぎりを食べたのが思い出になっている。でもその後はみんなバラバラ。敵が近寄ったから、逃げようとは言わない、みんな、こっそり早く逃げていってしまいます。で私たちはトドノキの号から捕虜になります。で逃げないで、うん、でそこで母ちゃん、和子ちゃんの話した方がいいね、おじいちゃんもね、母ちゃん、うん、和子ちゃんの話した方がいい、うん、和子もあの女の子がね、こう背中におんぶされて、おっぱいも出なくなって、私はあの心配するものと、労働的なあの無理だったんでしょうね、体力の使い方が。で、おっぱいが出なかった。でも私はね、あちらこちらから何かを探して、命をつないでいこうと思ったけれど、家族はね、できませんでした。そこで息絶えたんです、轟の号に。で、私たちは轟の号に置いて、そこから逃げよう、逃げなさいというみんな命令が来た。米兵は近くまで来てるぞ、みんな逃げれっていうふうに、あるから、あの、これを聞いたらもうそっかに逃げなきゃいけない。和子ちゃんもね、本当にそのようにして捨ててきたような感じ。罪なことしてるんですよ、みんな。死んだ人、担いで歩けないと。子供2人いるので、長男はちゃんとおんぶして、和子は死んでいるから、動かないから。そこに置いて、お祈りをして、母ちゃんが迎えに来るからねということを言った。私はね、生きてその人を迎えることができると思わなかった。だけど言葉だけをかけた。このようにして戦場の中をさまよっている間に、私たち元の時の号から捕虜になって、あの本のように家本ありますですよね、とどろきの号、こんな恐ろしい号ですよ。轟の号です。最後に出たところ、これは私たちかもしれないと思います。もうこれから鉄砲砲弾落ちない。これも米兵の手によって私たちは保護されてしまって、米兵によって捕虜ですよ、囚われる。でそこからどんどん出されてる、上に出れ上に出れという、日本語を分かる兵隊が通訳をして、言葉は何にも影響しませんよ、通訳者もいますよ、うん、兵隊の中に、アメリカ兵の中に。でここから私たち出されてるところ、ここで私たちは車を横付けにして乗せられて、ここは富士前城、うん、この辺りに送られる、轟の号から出たもの、この辺り、そ
そこにたくさんの避難民がね、テントを張って待っている。もうそこはアメリカ兵をここまで攻撃して、ここにアメリカ兵今、はい、いないから、そこで、バラック建ての家を建てて、みんなを集めて、ご飯食べさせられました。長い間食べて、2、3日食べてないけど、みんなもう我慢して、兵隊がもうついていると、日本兵がついてくれるという自信は、ね、なかったけれども、安心感はありました。 2,3 人ついてきてくれました。でそこで私たちは ここで これ富城の富城じゃない、轟の棒ですよ、轟の棒、これからトラックに乗せられて、たくさん人間を集めたところ収容所がありました。富城そこです、富城どころ、ここまで富城に捕虜収容所というところがあって、畑をね運動場のように鳴らして、たくさんのあれを作って、小屋を作って、そこに避難している人たちを、戦争のために追われてきた者を富城の避難小屋に追われて入った人たちを含めて、たくさんの人を助けてくれました。で私はそこでご飯も食べるようになり、そこで暮らすようになり、しばらくはそこで暮らす。戦争を負けてどこに行ってもダメだということではない、いつかは勝つという、ま、話もありましたけれども、私たちはああいうことを信頼しない、出てこい出てこい、移動するぞと言ったら素直に聞いて乗せられてきたところは現場でした。うらそいかな、ね、富城って向かってる、富城でいい、富城だと富城の中で移動だ。それから子供たちも元気を取り戻して、亡くなった人たちはその時にしか、おばあちゃんも亡くなっていました。二人のおばあちゃんが一人が亡くなった。戦場の中をね、呼び合いながら、よし子、みつ子、早良子、ついてこいよと声をかけられて、みんなついてきたんです。声かけないと暗いところって名前だけでわからないでしょ、大きな声。このようにして子供と親とはもう一生懸命頑張って戦場の中を抜けて、私も生きることができた。でも私も二人の子供が亡くなった。戦場で生き耐えた。食べ物ないでしょ、盗みに行ったってどこにも盗むところもない、水だけ飲んでは生きられない、悲しい思いをいっぱいしながら、子供たちもまたそこで亡くなった。人生のね、出発のやり通し、これから頑張るぞと思った時に死んでしまう子供たちも。私はもうここに帰ります、ずっと実家に。で実家にはまた兄弟がいる、お母さんがいる、お父さんはいなかった。私のお父さんはアルゼンチンに移民で行っていたので、その後ずっと後になってからアルゼンチンからお父さん帰ってきたんです。金儲けのためにお父さんに20年ぐらいアルゼンチンに行って、戦争が終わった後ここへ来て合流して、両親も、お母さん亡くなって、ここから母は長いことにやらないと忘れてしまって、うん、お母さんとお父さんと入れ混じっているかもしれない、もうごめんなさい。そのようにして私の戦場は苦しみばかりであって、一つも自分が得することはなく、不安の続き、毎日が不安、今日は生きるかねという不安ね、あのお友達は死んじゃった、今日はこのお友達も死ぬであろう、私も死ぬであろうという、その死ばっかり考えて、子供を連れて一人ぼっちで子供を置いて死ぬのかなとかね、いろんなことを考えながら収容所に集められて、野岳の収容所でちょっと長い間捕虜になって、あとそこに来たら誰も死なない、ちゃんとした食事が与えられる、アメリカが支給した食料、ご飯のおつゆ、缶詰の
煮物とかね、そういうものを与えられて大事にされましたよ。捕虜になっていじめられたんじゃない。私たちはもう子供を連れて、この子供に食事を与えなかったら生きることできないだろうと不安がいっぱいありましてね。だけどちゃんと子供の分もミルクもみんなに配給してくれました。だからずっと戦後生きた人たちは私の子供に元気に生きてる。皆さん沖縄戦艇って本当にあったかなと疑いがあるんじゃない。こんな島に、穏やかな島に戦争したのかなとかあるでしょう。もう一生懸命にみんなで頑張って生きる人たちが生きたから、世の後を作る人たちが残ったわけね。みんなもう嫌だ、死んじゃえって自決でもして、あちらでもこちらでも自殺して死んでしまったら、嫌がって死んでしまったら、沖縄はなかったから。生き残った人たちが頑張って沖縄作りをした。だから沖縄たちは今頑張って沖縄にいいことがありますようにということを意味で、私は過去の戦争の残酷さ、悲惨さ、情けなさ、馬鹿げたことをされた、そのことを思いを残して、あれですよ、みんな頑張って長く生きていこうということは胸の中に秘めている。もう私も90は待ってるからね、そこ長くは生きられたもんね。そのようにして長生きしていこうと今思っています。皆さんにたくさんのお話ができるように、またもう話がありましたら聞きに来てください。私の体験、朝と年への体験、人それぞれ違いますね。砲弾の中で入れ殺されて、何の目当てもないまま一挙に死んだ人たち、何万万人、何十万人いますよ。パラ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 ーと。これに比べると私たちは壕の中で苦しんではいたけれども、あとは助けの船があって、助けて地上に出されて、それからもう各地域地域に戻されて、北中息子は北中息子収容所からちゃんと送られる。このように安定した生活にいるまではだいぶかかりましたけれども、戦争はしていけないということは絶対にある言葉だから、戦争にならない世の中を努力して作り上げなければいけないと思っております。いつ何があるか分からないから。でも今、私たちが今頑張っています。戦争するのしてはいけない。戦争でも起きることは何にもないです。あのようなことが、そうですね、那覇空襲は10月だったから、10月からもう続きですよ、上陸空襲まで。ずっとずっと私は苦しみ抜いて、今があります。どうぞ元気で、あんまり心配性にはならないでよ、恐怖症にならない。質問受けてる、質問、うん、はい、質問どうぞ質問って言って。喋りたくて喋りたくて、お二人にくっついてもらっていいですか。もうちょっとくっついてもらっていいですか。はい、もうちょい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 、はい、私が出て、はい、私熱いわけあ、そうですね、こんな感じで、こんな感じで、ここに扇風機出て、扇風機熱が出てる皆さんにお話聞いて、熱風をかしてなんか質問とかがあれば、自分の思ったことでいいよ、食べ物で着るもので、なんだろう、壕の中ってすごい、私入ったことあるんですよ、うん、なんかすごく暗くて、なんかすごい恐怖感にとらわれるっていうか、今の語、戦争の時のさ、戦争の時の語の話。私が入ったのは、うん、なんか現在の、なんだろう、死んだ人が出なかった方に入らせていただいたんですけど、はい、なんか光とかない状態だとすごい暗くて、うんうん、感じました。
すごく怖かったんですよ、うん、だからこの何だろう当時もうこの場所にしか逃げられないから、うん、やっぱり抵抗とかもなくすぐに入ってたんですけど、なんか郷の暮らしとか気になります。もうそうね、それを嫌がるのは子供の時代だから、うん、大体物が知って恐怖があって、戦争というものに対する恐怖心があって避難しなければいけないという自覚もあるわけです、うん、だからお父さんお母さんが必ず小さい子供についているから、ひんぎらひんぎらひんぎら逃げよう、うん、こうの逃げるところはね、墓の中、まず墓の中が見られて、うん、自分には墓があるはずは、だからその今 あれにあったようにして、うん、墓の中が見られて飛び込まないといけない、墓にも早く自分たちの居場所を決めようと思う。だけど墓もそこまで来た米兵の手によって追っ払われる。砲弾が近くなるとまたそこから逃げる、うん、ちょっとした荷物を持って、これはあの独身者の話よ。子持ちはそうはいかない。もうね、子供が泣いても怖いよ。子供が泣いたらアメリカ兵が寄ってきて殺す、鉄砲を撃つということがあったからね。泣き声聞いて子供を泣かさないよ。おっぱいもないのに子供が泣くですよ。止まるわけない、苦しいから。大変なことでした、お母さんが、うん、ああこれも一つのあれね、戦争はもう恐ろしいことの一つ。今でもあれですよ、夜は電気消したことないです。私ね、ずっとついてるんですよ。暗いところダメなんですよ。そのトラウマだと思う。今も90になったおばあちゃんでも、うん、今も変装が終わってない、70年余りね。だけどもう血がつくものはそこでね、いろんなことを想像する。行ってしまった人たちのことを考えてみたり、またはアメリカ兵が怒鳴り込んでここに来るような気配がしたり、夢ですよ夢、うん、恐怖だから夢に出てくる。70年経ってもこんな自分はもう、うん、90余ってもね、やっぱり戦争の恐怖が抜けない。だから子供たちに、子や孫たち、皆さんのような人たちに素晴らしい社会を作り上げてあげなければいけないという責任感も、うん、だから語り部をして広めて、戦争はこういうものでしたよということを説得の意味で語り部をやっております。こんなにおいそれといって民間人が OK とたくさん OK と手を挙げて戦争をするようになったら、それこそ大変でしょ。もうそんなような世の中ではないけれども、またと沖縄戦みたいな砲弾の打ち合いはしないよ。素晴らしい子どもたちを育て上げて、私たちは安心してあの世へ行きたいと思う。絶対戦争を好むような人になってはいけない。それはないと思いますけれども、みんなの力で素晴らしい社会を作っていこうね、手をつないで、それだけは心の中に持ってほしいですね。みんな仲良く、外人と外国人とも仲、戦争をしない外国人にしてね、考えたらバカみたいよね。やたらと撃たれて逃げて、その果てはと、うん、砲弾で撃ち殺されて、家族が一人一人減って、10人歩いて初め4月に出発したけれども、5人はもう途中で撃たれて死んでいないというような感じでしたよ。完全に最後まで生きられたということは聞いてない。どこかで誰かが撃たれて傷ついて、死ななくても傷ついて戦争が終わったという人たち、こんな社会を絶対に作らないでおきましょうといつも約束します。私も聞いて本当かなと思うでしょ映画じゃないっていうような子供たちもいますよ。本物だったのって、本物ですよ、火の玉が飛んできたんだよ、
して親がいない子供たちが道にいっぱいいる。おっかいをして泣いて倒れてお母さん亡くなっているわけ。だからお母さんがいなくなっているのにみんな家族はどん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 前に行って振り返ってみたら母がいない。そういう人たちもいましたよ。アンマーがおらんなと思う。暗いからそんなに夜ですからね、夜中行動は昼はしませんよ。明るい昼をしてたら射撃の的になる。米兵が見つけるからバババババ一発で亡くなる。でもよっぽど運が良かったとおばあちゃん思うよ。私も生きて帰って、でも残念なことにたくさんの市民を残したんですね。あの世に生かしたんですね。家族からでも子供もいなく情けない戦争だと思ってます。でも私の言葉はあったことを話していますので、別に嘘だよということではないから、私は体験したのを目で見て体に触れて語りでやっています。まあ友達にでも話し合ってね、こんなことがあるんだ、あったんだってっていう話は聞かせておいた方がいいよね。